ウルフアロンにアロンアルファインタビュー。やっぱり長年の夢が叶ったというか、やっぱりちょっと感慨深いですよね。アロン嬉しい。それはさておき新登場、アロンアルファタフパワー。タフパワー。ウルフアロンにアロンアルファインタビューにいたんですけど、やっぱちょっと嬉しすぎて、もうまずもうタフパワーって叫んで、もうそこからもうずっとこう踊りながら、ウルフアロンアロンアルファ。喜びの途中ですが、タフパワー新登場。ウルフアロンアロンアルファ、ウルフアロンアロンアルファ、ウルフアロンアロンアルファ。じゃあこれは？それやばい。ウルフアロンアルファですね、完全にそれは。お見せしたのはこれでした。アロンアルファに新商品タフパワー登場。タフパタフパタフ。ウルフアロンにアロンアルファインタビュー。え、ガチ取れない。ガチ取れない。タフパワー。ガチ取れないです。強すぎる新商品アロンアルファタフパワー。お願いします。強すぎる新商品アロンアルファタフパワー。タフパワー。タフパワー。タフパワー、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 アロンアルファ、タフパワー、タフパワー、新発売。お願いします。お願いします。やっぱり長年の夢だったんで、すごい感慨深かったですね。これを書いたのが2020年の2月14日だったんですね。で、そこから1年、まあ、半ぐらい経って、やっと僕の声があのアロンアルファさんの方にも届いたんだなっていう、まあ、そういった気持ちですね。どういう気持ちでつぶやかれたんですか？いや、本当そろそろなんじゃないかなって思ってたんですけど、まだまだでしたね。まだまだでしたね。はい、ありがとうございます。タフパワーの強さを顔で表現してください。何秒ぐらいその顔をしてください。5秒ぐらいで。5秒ぐらい、はい、いきます。5秒でストップって言わないでください。言ったら、こんなところも。はい、ありがとうございます。こんな顔でダメです。こんな顔でちゃうんですよ。はい、ここは力入れときながら、こう肩の力抜いてます。そうすると外れる。あ、全部固まってるとこう突っ込んでる。なるほど、はい。タフパワー新発売。もっとかっこよく言います。泥臭く言います。タフパワー。ちょっと今から試合終わって、サインをかけてアロマルファの10代のな。最初の対戦。お願いします。
いい戦いだったよ。はい、ガッツです。だいぶぐったりしてますね。ぐったりしてますね。ぐったりしてますね。ちょっと怖い音がありましたけど。大丈夫でしたね。なんか皆さんこんにちは。柔道 100kg 級のウルフ・アロンアルファです。得意技はアルファ巻き込みです。以後、お見知りおきを。小学校の時に柔道始めて、初めて優勝した大会の賞状にウルフ・マロンって書いてあって、アロンなのに。その時はやっぱり強くなんなきゃ名前も覚えてもらえないのかなと思ったっすね。ウルフの方はやっぱり狼っていう意味もありますし、やっぱり一回聞くと絶対に忘れない名前なのかなっていうふうに思います。ただそのウルフとアロン、どっちが名前どっちが名前なのかっていう質問は今までの人生でも何万回とされてますね。もうしないでほしいです。ありがとうございました。意気込みなんですかね、はい、アロンアルファの良さを、はい、伝えられるようなことを話せるように頑張りたいと思います。いや、詳しくは聞いてないんですけど、多分名前が似てるからと思うんですよ。はい、ありがたい限りですね。本当にこの名前に産んでくれた、はい、お父さんお母さんに感謝したいと思います。いやもう楽しみながら撮影をすることができて、はい、僕自身もすごい嬉しかったですね。何を聞いてくるかわからない質問とかもあったので、まあ、そういった中で切り返すのもまた面白かったですし、まあ、そういった中でアロンアルファの魅力っていうのも話すことができたので、はい、本当に一日楽しみながらやることができました。まあ、やっぱり接着力の強さが僕自身もやっぱ見習いたいところがあるので、ちょっとやっぱ柔道の強さにも僕もアロンアルファぐらい、はい、柔道ももっと強くなりたいなっていうふうに思いながら日々練習してますね。